どうもです。今回ですけども、はい、2023年度版クラブセッティング紹介、はい、参ります。あのまだ始まったばっかりだからちょっと変わるかもしれない。そうだ、ね、とりあえずスタートはこれでと、まあ、1ラウンドしかしてない、はい、で、まあ、冬からね持ち越したのもあ前回からね持ち越したのもあるし、この冬買い替えたのもありますので、はい、まあ、ちょっとスタート時点でのクラブセッティングを紹介したいと思います、はい、いいですか。はい、どうぞ。いきなりドライバーから長物でいいですか。はい、はい、なんと真似しやがって。いいですか。なんとなんだと。これ私のじゃないですよね。ここまではもうそっくりです。だがしかしここです。はい、はい、でもねこれも後ろも見てもあんま分かんないのがすごいよね。2ですね。はい、でシャフトはこれもちょっとね普通じゃない50の SR だぞ。まあねこれある場所でちょっと一発ね 50SR 緑しだしたらすごい感じがよくて、まあこのシャフトにしたっていうのと、うん、まあ、ヘッドは、まあ、シダ動画でね、はいはい、いろんなドライバー打ってTSR2 ポッて打ったら何球もいい球が出たんで、いや今年はこれだと。まあね、ステルス言ってたけど、はい、やっぱり一発打っていいやつ、それは間違いないです、うん、それがやっぱファーストインプレッションとかね、うん、まあこうなんていうの感覚が合うんじゃないかなと思ってこれにしました、はいはい、でも TSR の今年の出来がものすごくいいってやっぱ、うん、いろんなとこでねあのサイトでも評判だったし、そうだし実際に打ってもね感覚的にはいいんで、うん、こいつはとね特に2がね評判良かったね、2結構さプロとかも3じゃなくて2とかね、うん、言ってる人がいるんで、だあの時の TSI の2よりも多分 TSI でいうと3寄りになってる2らしいんだよね。なるほどね、まあ、こういうねウェイトの感じとかちょっとこう、うん、ちょっと難しめになって、うん、飛びもあるっていう感じで、はい、NX グリーンはちょっとなんで真似したんですか。いや NX もやっぱりさ打っててよかったじゃん。いや NX いいよマジで。青もいいんだけどやっぱ、うん、緑の SR っていうのはね、はい、あの味噌です。いや S にしたら俺も使えないんじゃないかなっていう。すごい言ってたよね。 5S にしろって。だよ気がしない。はい、次、はい、3番ウッド、はい、これは動画で初めてかな。いやあの買って失敗しましたっていう動画を上げて、失敗動画上げたっけ、うん、はい、ステルスグローリの3番ウッド、はい、こちらはまだ3番15度、はい、純正シャフトですね。まだシャフト変えてないんだ。あの時変えるって言ってた。そうで変えれなくて、でもこの前にあの初ラウンドで使ったらなんかいい感じだったんだよね。だからちょっとあれかな、これは今年中にもしかしたら変えるかもしれない。シャフト変えるかもしれない。ただこれも NX なんだよね。 NX そういうのだとね NX でいいかも。まあちょっと分かんないです。今後ヘッドはそのままでシャフトは変えます、はい、飛距離は200ヤードです。いや190ヤードです。ドライバー250飛ぶのに随分差があること。じゃあ次5番ウッド、はい、こいつはねもうずっと変わってない。こいつだけはずっと変わってない。 M2 2017年 M2、 これはなんかね変えれないんだよね。いや変えたいんだけど、ね、なんかいいのに出会わない、これ以上いいの、はいはい、でシャフトは土井さんがくれた 6S ね。なんか若干心配だけどね、なんか50SR 結構ね重い、何歩か分かんないけど。いやこれバランス的にあの重量的にはこいつがねちょっと重くなってる。そうだよね、うん、でもちょっと短いんだよこいつ。まあでも重たい方がいいだろうね。短いからうまく打てる意外とね、うん、飛距離は180から70 170か80ぐらい、地べたから打つとね80ぐらいかな、いかないかな、はい。次、はい、UT これはあんまり使ってないよね。これね本数の関係で1本にするしかなかったんで、うん、ロイコレのロイヤルコレクション何度 4U21 度。使ってるこれ。たまに使う、うん、ただねシャフトがちょっと柔らかすぎんのよ。ゼロス7ハイブリッド用。ハイブリッド用なんかでもあるんだ。めっちゃ曲がるんだ、グニャングニャン、うん、これほらなんかこれもちょっと改善の余地ありそうだ、ね、うん、これはある。ユーティリティごと変える可能性もある、うん、でまあ飛距離は170、うん、60から70、一番大事なんじゃないのアナスクにとって。そうこれぐらいのね
一番使えそうな気がする。この辺の番手でグリーン乗せれるようになりたい、うん、もうちょっとこう信頼度を上げたい、うん、っていうのがこの UT の今後の課題ですね、うん、はいはいはい。まあ、ちょっと変わるんじゃないかな、今年は。今年中にもしかしたら、うん、シャフトだけ変わる可能性もある。すぐ変えましょう。次、はい、お願いします。5から T までですね、はい、7出していいですか。はい。あ、なんかガムついてるけど、はい、はい、ヤンキーにつけられたガム T77 までね、はい、テーラーメイド、はい、ロフトは33度ね、で56789P、はい、アスリート系ですか。いや、はい、でも意外といい結果出てると思うけどね、はいはいはい、どうですか。いや別に悪くない、悪くないでしょ、うん、でシャフトは NS850R なんですね。全然見えないでこれをちょっとね、あのリシャフト予定です。ちょっと軽いなと思ってるんで、はいはい、950の BSP-S、うん、毎年変えてるシャフトは毎年変わります。僕すごいよな、フォームが毎年変わるんでシャフトも毎年変わります。すごいと思うよ本当に。これ多分 DST の S、 DST ですね、うん、振動数が、ね、変わらないの。これ DST って売ってるの、え売ってるの。いや、もらった。ああ、そっか、視聴者の人からもらったんで、はいはい、それをちょっと今後いいね、よかったリシャフト予定、うん、なんか振動数同じっていうのでいいなと思って、まだどうなるか分かんないけど。で、その下がイーデルちゃん、はい、ごめんなさい、50度ですね。じゃあ1本忘れなかった、家に忘れちゃいました避けなかったこれ T グラインドっていうね、前と後ろがえぐれてるってやつで、これもあれだよね、ちょっとフェースだと、どっちかというと若干難しめの方のやつだったよね、確かね。そうだね、難しいから2番目、ちょっと少ないんだっけ、うんうん、でもバンスの角度的には十何度とかなので意外とあるんですよ、16とかあって。イーグル自体がじゃ あるのかな、そもそも。まあ、でもこのえぐれによってバンスを感じない、あまりね、いう作りで。開いても大丈夫と。そうです。はい、で、シャフトは NS950R です。さっきのが 850? 850の R。今回950R。で、DST の S にしても、こっちとね、振動数変わらないの。R と。重さも大丈夫。それが不思議だよね。これ重い、こっちの方が重い。あ、なるほど、ね、それがね、いいなと思って、なんでちょっと DST にしてみようかなと、はいはい、最後これも多分一生ものですね、はい、はい、ディレクティブフォース 2.1、はい、これはね、これも視聴者の方に、はい、まあ、交換でね、はい、呪いのキャメラそう、僕の呪いのキャメラを送る代わりにこれをいただくっていう交換条件でね、今年はね、なんとね、人間のフォームであれやめたんですか、海洋からのね、これからの卒業でそれさ、あのね、猿本人、あのダメな例として載ってた教科書に載ってました。俺乗ってると思ったからね、びっくりした、本当に俺もね、吹き出しちゃって見ててダメな例ですってこうやって出てきて手打ちになりますって書いてこれ全てが詰ますよね。でも、あえて手打ちにしてたな、俺はあえてのでも今年はちょっとね、こんな感じで行こうと思いますんで、はい、というセッティングで15本かな。なんかあれだね、ちょっと変わりそうだな、いろいろ、うん、シャフトも変わるし、ドライバーは多分大丈夫だと思う、うん、ただこの3本はね、ちょっとこう微変更はあるかも、ね、いやでもこの辺が一番多分頑張んないといけない、この3つじゃん。確かに、ここをなんとかいいセッティングにできたら、うん、もうちょっとスコアの、ね、スコア良くなる気がするけど、180ぐらいをこう乗せれる人とかになると、うん、乗せれないにしろなんかグリーン周りのエッジとかさ、ね、左右とかね、その辺に、ね、寄せ腕のところに持っていけたら、うん、こう縦距離をね、こうちゃんと合わせれる人になれたよね、うん、ちょっと左右ブレたのはいいとして、うん、ちょっとあんまりね、あんまり飛ばない人のセッティングとしては参考にならないかちょっと飛ばない人が無理してるセッティングっていうのを代表でどうでしょうもうちょっと上を充実させたい気持ちは、うん、はい、そうだね、ということで本当の課題ということで、はいはい、まあ、微変更ありましたらまた逐一報告していただきます、はいはい、それではどうもありがとうございました、はい。